まあ、こう今やられてる活動と、まあ、どういう経緯があったか、で今これからこんなことしたいというものを聞けてすごいよかったんですけども、なんか急に難しい質問になってもいいですか？なんか結構今回いろんな方にそうやって会ってて、生き方とかいろんな、過ごし方、暮らし方ってあっていいなと思ってて、生き方とか、生きるとは何なんだろうみたいな哲学を急に振っていつも困らせてるんですよ、僕このインタビューのたびに。 なんか自分の中でこういう思ってる部分ってあったりしますか？まあ、その最終的な、なんていうか目的というかね、満足度というかそういうのもあるし、日々今どういうあり方で生きてるかっていうのもあるし、それを今でも僕の中では、僕の今の状態ではそれを今作りながら動けてるのがすごい楽しい状態ですね。その理想を一生懸命哲学で考えて、でもちろんまあそういうのもあるとしても、でもそれに向けて自分がどうできていくかっていう、変わりつつ模索しつつ、こうやってなんか自分を作りながら人生を作ってるっていう感触が今あって、自分を模索する。前はどうしたらいいんだっていう模索だったんですけど、今はもっとなんか、なんていうんですかね、だいたいこういう方向に行ったらいいのかなみたいなことがこうちらちらっとこう見えてきてて、でそれに対して自分がこう無理なくちょっとずつこうレベルアップして、それをそうなってってる自分が、そんな感じですかね。だからなんか、本当に自分で作ってるっていう感じです、自分の人生を。素敵やな。そうなんですね。なんかそういう感じですね、今は。なるほどなるほど。なんかこう、ま、日々を生きる上でとかで、こう自分の中でこう大事にしてることとかってあったりしますか？日々を生きる上で、自分の中でこういうことを大事にしてるって、哲学的にって時は逆に難しくなるか。まあいろいろありますよ。なんかいくつか教えていただいてもいいですか？ そうですね。自分が大事にする価値観とか感情っていうものをいつも確かめてるというか、本当に好きなのかなっていうふうに確認したりしてるってことですか？自分で好きなものとかに取り組みながら。そういう感じですね。そういう感じですね。こういろんな流れでいろんな仕事したりとかしてると、しなきゃいけないこともあれば、すべきことも あったり、いろんな雑務もやってきますけど、ここで人生が終わった時にこの過ごし方でよかったのかなと、自分が本当にやりたい感情、気持ちとか、そういうものに直結することができてるかなっていうことをなるべく確認するようにしてますね。なるほど。自分の心の声に耳を傾けると。そうですね。めちゃめちゃ共感します。さっき名刺そんな感じでしたけど。ああ、そう、もうまさにそれです。それが今自分の中ですごく重要だなと思ってて、今日名刺の裏に何かこう自分が生き方を模索していろんな生き方あるよっていう発信をしながら、結局人に何を伝えたら一番いいのかなって思った時に、でも自分の心の声を聞くことっていうのが一番大事なんだな、答えは自分が持ってるよっていうことを伝えるのが大事なのかなと思って、 Listen to the voice of your heart っていうふうにして、いいですね。しました。もうめちゃめちゃ共感です。
は自分が知ってるんですよね。で、そうですね。でもそれが実は例えば、うん、なんだろう、学校でこういうふうにしなさいって言われたとか、あの親からこういうふうにあのしなさいっていうふうに方向を決められたとか、うん、なんかいろんな要因によって自分の声が聞こえなくなっちゃってて、うんうん、それっていうのはでも本当は自分の中にあるから、そういうものを剥がして剥がして自分の心の声聞けたら、その人っていうのは多分幸せに生きることができる、うん、自分に嘘をつかなくて済むと思うんですよね、うん、結果的にそれが人の幸福につながるし、うん、実はそれがもうなんかもっと言うと、今日自分でいろんなのを書きながら、うん、なんか人の幸せにつながることは実はこう世界の幸せっていうか、他の自然とか生き物の幸せにもつながるなっていうふうに気づいて、うんうんうん、大きいですね、うん、今はものすごく核家族とか資本主義っていう消費社会がものすごく人の幸せを妨げてるなっていうふうに気づいたというか感じて、うん、もっとコミュニティと人とのつながり、うん、考えちゃいますよ。どうにしたら人はよりよく生きることができるんじゃないのかなっていうふうに思います。うん、そうですね、うんうんうん、確かにね、今言われたようにね、うん、ちょっとしたことで、うん、本当の自分のしたいこととかってね、うん、いつの間にかね、うん、消えてるっていうか、うん、気づけない自分がいるんですよね、うん、ちょっとした恐怖とか、うん、ちょっとした常識や、うん、人の目や、うんうんうん、失敗経験や、うん、いつの間にかチーンとしててこう、うん、体も心も、うん、なんかこう、うんうん、ちょっとしたことかもしれないですけど、うん、動かなくなってて、うんうんうん、その時はなんかこういくら探しても、うん、湧いてこないっていうか、うん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 、頭では考えるんだけど、うん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 、なんかこれだっていう感覚に至らなかったような気がしますね、うん、そういう時は。何かこう気づくきっかけみたいなのあったんですか？気づく話そうですね、うん、長い時間かけてちょっとずつですけどね。ちょっとずつちょっとずつ、ちょっとずつです。うん、やっぱ常識を外れてみることですかね。うーん、忍者のテーマはそれが大事かなと思ってて。お、常識を外れる。外れる。お、要は裏の存在ですよね、うんうん、忍者って、うん、そうですよね、忍者とは、うん、人のやらないこと、うん、うん、なんか普通の常識で考えてる自分をどんどん見つめていくというか、うん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 、うん、なんかそうですね、そこで壊していくというか、うんうん、なんていうんですかね、目的にかなえば方法なんだっていいっていうのは僕は忍者だと思うんですよ。ほう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 、忍者とは目的を達成することが重要で手段は問わないと。うんうんうん、侍だったら、うん、正々堂々と戦うこと、武士道みたいなね、うんうんうん、だから死んでも戦いに行くわけですよね、はいはい、うん、死んでも無様な姿を見せる、うん、忍者は違うんです、うん、ここの、ま、この情報を伝えることが仕事ですから、うん、自分が「やー」って言ってやられちゃどうしようもないわけ、うん、コンプリートできない。そうです、うんうん、これバレてしまうからね。だからその場は逃げてもいいし、うんうんうん、こう騙してもいいし、うんうん、
すいませんでしたって言ってもいい、何でもいいんですね。これがこう目的が達せれればそれが成功なんですよ。なるほど、それがゴールや。そうそうそう、そのためには自分が怪力なら怪力を使ってもいいし、うんうん、ね、女ならこう騙してもいいし、うんうんうん、IT 忍者なら IT 使うのがいいし。おお、なるほど、うん、要は IT 忍者なるものもいるわけですね。要は自分より強いやつ連れてくるのもあり。おお、なるほど、なるほど、何でもありなわけです。なるほど、なるほど、目的さえ達せば、うんうんうん、なんと自由で、なんていうか、ここ頭が良くなくちゃいけないからっていうことで、そこも忍者の好きだと思います。面白い、確かに、うん、なんか今の世の中何が正解かが分からんげんたら、うん、本当にいろんな自分の得意を伸ばしてる忍者がいて、うん、自分のその得意を使って生き抜いていくみたいなのってすごく合いそう、そうそうそう、これから、これ今の時代と。そうでしょ、うん、そう、そこが面白いです。なるほどですね。そうか、だから今までの自分のその、うんうんうん、やってきたこともあるんかもしれないですね、うんうんうん、力では絶対外人のでかいやつに勝てないし、うんうんうん、スポーツこうやったってな、うん、そんな世界一になれるもんもないし、うん、今から格闘技やったって、うん、とか、うんうんうん、それ使ってどうするのって、うんうんうん、ね、うんうん、あの、要は本当に大事な力って何やろうと、うんうん、思った時に忍者ってそれ何でもいいよっていう、うんうんうん、無限に答えはあるという、うん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 、そしてチームでやればいいじゃないですか、全てのことはチームで成し遂げられるので、うんうん、自分一人が強くたって、うんうん、10人には負けるでしょ、うん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 、自分ができないことだって友達ができれば、うん、こう補い合えるんですよ、はい、なんて無限なんだと、うんうん、本当ですね、うん、ある意味柔軟に何でもできるのが忍者で、まさにこれから の、うん、あのどうなるか分からない時代を柔軟に生き抜いていく上で、うん、忍者のスタイル、考え方っていうのはものすごく合ってると、うん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 、そうですね、うんうん、そういうことなんですよ、うん、そっか、それ面白いな、武士スタイルよりも忍者スタイルやと。ああ、そうです、うんうん、そうです、そうです、うん、武士はかっこいいけど、うん、死にたくないな僕はね、うん、そうっすね、切りに行って正々堂々と戦って切られるの嫌だな、うん、むしろ今までの教育スタイルは結構武士スタイルに近かったかもしれないですね、うん、そのみんなが同じ枠にはまって右向け右するみたいな、うん、その中で自分の腕を磨くみたいなのって結構武士スタイルやったかもしれないですね、うんうん、そうですね、うん、これから忍者や、そう、これから忍者、おお、だから現代の忍者が復活したんですよ、うん、おお、別に過去の忍者の服を着てやってますけどこれがやりたいわけではなくて、うんうんうん、忍者ショーがやりたいわけではなくてまさに現代に忍者がいたらこういう生き方するよね、うんうんうん、それはするよねっていう生き方を、うんうん、そう集団でやりたい、作りたいなと思った。うーん、なるほどなるほど、分かりました、すごい忍者がシュピンってつながりました、つながりましたね、うん、そうそうそんな感じですね、えー